ミルクサッカーアカデミーの上間でございます。ノーミルク佐藤でございます。よろしくお願いします。今日もいろいろ教えてください。今日はこちらだ。アンダー16ロス世代日本代表10月キャンプメンバー紹介これはミルワカらしい、ノーミルク佐藤先生らしい議題でございますな。ありがとうございます。未来の話、ロス世代ってあんまり聞き慣れないんです、はい、まだまだ我々ね。そうなんでございます、実はさね、8月に東京オリンピック終わりましたけれども、続いて行われるのが2024年にパリオリンピックが行われ、彼らはパリ世代と呼ばれておりますと。でそのパリの後これ前のロサンゼルスの、そうですよね、曲ですこれ、はい、ってことで新ロス世代ということになります。ロサンゼルスオリンピックが2028年に行われるということで、7年先のメンバーを見ていきましょう7年先でもオリンピック世代ってことでしょ、はい、はい。なんで今日出てくる選手たちは、高校2年、1年、中3、そこら辺でございます。もうつばつけてるわけ、先生ね。もちろんでございます。ああ、でもこれ楽しみ。ね。はい。名前を。ってことで、見ていきましょう。すごいメンバーいるのよ。では行きます。ドン、こんなメンバーでございますと。はい、ちょっと出しますね。はい。そうなんです。まあちょっとね、いろんなちょっと名前が多いんで、一人ずつちょっとできるだけ言っていきたいなと思いますけれども。まあ、まずフォワードからいこうかな。はい。フォワードが今回、まあ、民間にバーっていろいろいますけど、田中次元、小田康平、石井久次、木田亮が、郡司陸、そして、七村碧人と。いや、名前も、お名前もなんか、ね。かっこいいお名前ばっかり。若い。名前が若い。はい。そうなんです。その中でまずお伝えしたいのが一番ね、左ね、右側にこう縦にダーっていろいろいるけれども、左側の一番上、清水ユースの田中次元選手。次元、侍、賢い侍と書いて、次元。かっこいいね。ちなみに彼を、まあ、どうプレイしたり表現したらいいかなって言われたら、キレキレの、まあ、テントリアではあるんですよね。身長100。メッシって書いてある。そうなんですよ。これね、選手の中、田中次元選手の下にメッシとか、小田光栄選手の下に古橋京都と書いてありますけども。こういうのいいね、わかりやすい。ね、はい、こういう感じの人だと思ってくれればわかりやすい。わかりました。田中次元選手は174なんですが、久保建英選手みたいな、レフティーでもあるんですけど、竹、みたいな、いわゆるトップ下型のプレイヤーとか、もっとその、スコアリングの方に、こう、なんか重きを置いてる選手だっていうところがあって。メッシだね。そうなんですよ。結構そこら辺にも仕事人というかできる選手なので、そのあたりね、彼のスコアリング能力なんかをここ注目していただきたいな。なるほどね。あったりします。清水ユースの田中次元選手。そうです。で、それの反対に逆に、その下の小田光栄選手なんてのは、昌平高校にも在籍してるんですけど、裏トンのうまいのよ。裏スティーラー。そう。なるほど。気づいたら裏にいる。あれ？みたいな選手なんで。いわゆる上田綺世っぽくもあり、古橋京吾っぽくもあり、そういう感じの選手だと思って。なるほど。これはもう高校サッカーでね、選手権出てくるかもしれない。そうなんでございます。そしてその次、もうみんなこれ、はい、もうこの世代のスーパータレント。はい。石井久次。はい。この名前を覚えなきゃいけません。石井久次さん。はい。なんか野球にいそうなね、お名前です。まあね、和久みたいなのもいますけど、はいはい、多分もしかしたらね、結構なサッカーボッチャー、ユースボッチャーの方は、もう8年ぐらい追ってきたよね、彼のことを。まだ16歳ぐらいなのに？そうなんですよ。彼もともと岡山にいたんですけど、その時から、もう、すごい、サッカー少年現れたっていうのでも話題になっていて、実はテレビでもいいです、未来モンスターっていう番組とかでも何回も紹介されたことのあるような方なんですよ。そうなんだ。で、彼の一番すごいところは、今その湘南の株カテゴリーに来たっていうのはあるんですけど、岡山から越境で、しかも自分の口で、俺、湘南受けてっつって、湘南受けに行った。他のチームどこでもなくて。スタイルが好きってことなの？そう。で、それプラス、湘南に行ったら、やっぱこのチームは最もその若手を出してくれるし、世界に繋がってるって、小6で言ったんですよ、この男。すごっ。そうだからもう彼に関しては、彼がタレントなので僕は他の誰も書かず、どこまででも高くとちょっと、ワード書かせて。キャッチフレーズみたいなね。そういうので。書かせていただいた。石井は石井であると。そうですね。彼は、彼と。はい。そしてその続いてが、名古屋最近ね、アンダー年代、ユース年代、めちゃくちゃ強いっていうのがあるんですけど、その中のタレントで、木田亮が。木田亮がさん、はい。オールマイティでオフェンスポジションどこでもできる人なんですけど、まさにね、同じチーム、阿部博之っぽさ。阿部ちゃんですね。ああ、そうですか。で、彼の一番の良さは、プレーっていうよりも、吸収力とか、勉強力。何でもこの学ぼうとする姿勢だとか。
そこだから、ずっと多分ね、こう、低姿勢というか、すごい選手になると思うので。そんな情報どっから本当っすか。そうなんです。木田さん。こんな選手でも。はい、頑張ってほしいな、はい、はい。そして続いて、郡司陸選手。郡司陸選手。一船の高一なんですけど。一船の高一ですもんね。そうなんです。はいはいはい。あの、実はもともとお兄ちゃんもこの一船にいて。なるほど。郡司敦也選手って言うんですけど、今、阪南大にいるんですが。あ、じゃあプロ入るかもしれないね。そうなんですよ、うん。お兄ちゃんにちょっとやっぱ似てるところがあって、はい、あの、なんていうかね、うん、あの、今これレロイサネットも書きましたが、日本人っぽく言えば、段崎陸。ああ、サイドアタッカー的なね。そう、あの、もうあの、はい、何、俺、怖いもんなんてねえけどって感じで、ガンガン行くってところがあって。あの、仕掛けるタイプね。そうなんです。で、だから何回も仕掛けることによって、うん、あいつ怖えなって思わせて、ディフェンスをビビらせるっていうプレイヤーなので、うん、そのあたり見てほしい。はあ、はあ、はあ、郡司陸選手。わかりました。そして続いて、ちょっと珍しい、名字ですけど、七村選手。七村選手。七村青人選手。七村青人選手。おー。はい、これ今、でも覚えてもらいやすい名前だね、逆に。ね、はい、あの、長崎のアンダー18にいるんですけど、はい、あの、ざっくり言ったら今、FC 東京の田川選手みたいな感じ。おお、あの、身長もあるけど、スピードもあって、もう、あの、いわゆるエースストライカータイプ。まあ、大迫優、ね、大迫優也とか、あと、逸材の平山颯太とか、そういう感じで考えていただければいいかなと思うんですけど。七村青選手ね。そうですね。赤いチームで8番つけないでほしいね。やっぱ青いチームで。青いチームで7番ですよ。まあまあ、それもしょうがないけどね。まあ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 。だから将来の、だから長崎の、だからね、今、玉田選手とか、はいはいはい、あと、エジガル選手のポジションで、だからきっと彼がって感じになってくるのかな。今日はなんかスッスッと入ってきますね、これ、ね。ありがとうございます。なぞらえてもらえると分かりですね。あと、ただですね、ちょっとここまで今、オフェンスの選手行って、あと、これから他からね、中盤ミッドも、ミッドとか、あとディフェンダーも行くんですけど、はいはいはい、左側にですね、うん、この白く文字で名前書いてある方々っていうのが、うんうん、今回呼ばれてる方々なんですけど、うんうん、他にちょっと今回のキャンプメンバーに呼ばれてないんだけどっていう方々を、うん、あの、黄色でちょっと何人か表しております。必ずや、ね、選ばれていくだろうっていうね。そうそう。その中で実はセンターフォワードに、うん、とんでもないセンターフォワードが一人いるんです、マーさん。大宮 U15 中3なんですよ。中3。はい。189。中3で？中3で。うわー、磯崎さん？はい、磯崎マーク。マーク。マーク選手。うん。でも、だから、すでに呼ばれてたりもする。アンダー15の日本代表ではあったりするんですけど。うん、だから、現状の大迫とかより上です、身長。いや、これはまだ伸びるでしょ、中3なんだから。だからね、ね、やっぱ3から5センチくらい伸びるんじゃないかと思うので。おー、190は絶対行くよ、これだって。だから、プロ行くときには、信じられない身体能力の男が生まれてるって感じになる。マーク。ちょっと楽しみですよ。はいはいはい。でちなみになんか大学生相手とか、あの、この間の、アンダー15の選手が、鹿島ユースとかでも戦ったんですけど、はい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 、そこで2点とか取ってんですよね。マーク？マーク。やっぱ苦渋戦が強いの？やるね。もう何でもできる。まだまだ楽しみいるから、このロスが。だって中3で一番唐揚げ美味しい時だからね。いやー、なんか食ってんじゃないですか、いっぱい。伸びるよ、まだまだ伸びる。伸びるね。これはここ、ちょっと守っていきたいね。ですね。はい。で、続いて今度は中盤見ていきたいと思います。今度はね、さっきの七村選手の下のところで、堀川選手見ていきましょう。うん、堀川大夢選手でございますと。彼に関しては、うんまあ、いわゆる中盤どこでもできるプレイヤーの右、あの、フォーバックで、442の右左もできたり、トップ下もできたりみたいな選手で、うん、要は、あの、神谷雄太選手のような、今、柏の。いいじゃない。どこでもやって、どこでもプレゼンス発揮できますよ、みたいな、そんなプレイヤーでございます。なるほど。そしてその下、はい佐々木壮太選手、はい札幌のアンダー18の選手になるんですが、似てるプレイヤー日本にはあんまりいないなと思っていて、うん左で、ま、今、あの、高2の早生まれ組なんですけど、はいはいはい、あの、179の左サイドバックなんです。おー、でかいね。サイドバックとしてでかい。だから空中戦でも負けないなっていうタイプで、はいはいはい、日本で言ったら強いて言えば、今、千葉の小田樹樹選手とか、あとは伊東純也選手の同僚で、メキシコ代表のヘンクの、アルテアガ選手っていうのがいるんですけど、ちょっとそんな感じだな。なんか髪型かっこいい人かな？あ、そう、あ、それね、右のね、プレシアードって言うんですよ。あ、そっかそっか。そうなんです。あの、金髪のあの、アジア人かな、うん、まあでもそれっぽい感じですね、うん、かもしれない。伊藤純也ですね、ごめん。あ、なんでそれかよ失礼。失礼しました。いやいやいや、そう。そういう選手、クロスもできて、あの、空中もね、あの、対応できるってディフェンダーでございます。すごいいいね。そして続いて、うんうん、石渡ネルソン。石渡ネルソンさん。へぇー、うん。
似てるプレイヤー誰かなってなったら、やっぱ日本にはいないなと思ってて、184とかすでにあるんですよ、高一で。いい、これは未来は明るいぜ。だから、彼も理想としてるプレイヤーでもあるんですけど、ポグバ。最高。大好き。ポグバ。ああ、ポグバ。で、なんか名前的にも、まあ、こう言ってるのもあれですけど、なんかちょっとフォワードっぽさもあるような選手でもあるかなと思われるんですが、彼が今やっぱやりたいことは、ハンター。ハンター。ボール、刈り取りますぜっていう。これは、なあ、テンション上がるわ。元気出てきた、先生、これ。だから、これもだから2年後とか、多分トップ昇格とか出てくると思うんですよ、ネルソン。待ってるよ、ネルソン。もう飛び級でも来ていいんだからね、ネルソン。あ、見たいね。パリも出ちゃうぐらいの気持ちでね、ネルソン。来ていただきたいですね。そして、続いてが、鈴木春人選手かな。名古屋のアンダー18なんですけれども、すごいこう仕掛けるのが大好きな選手。二列目から何回も何回もというか、似てるのが福岡の石津選手みたいな感じで、二列目からパスも出せるし、ドリブルもいけるってところがあるんだけれども、何回もこう諦めずにこうやり続けるっていうのがちょっと面白いプレイヤーかなってすごいね、先生のお調べ量が。続いてが、はい。続いてが、今度はね、センターバックとボランチの時の林聡太郎選手。トスのアンダー18なんですけども。いっぱい出てくるもんね。いいのが出ます。ボランチも、センターバックもできる、左利き。わー、希少種。希少種でしょ。素晴らしい。で、でかい、でかいんですか？そうなんですよ。だから、エドゥアルドっぽいなって同じチームでね、考えて。エドゥアルドって左利きか。そうなんですよ。ああね、エドワルド先輩よく見て今ね、キャプテンやってるから。そうなんですよ。左利きでビルドアップのできる、高さもある、センターバックもボランチもできる。これはもう将来明るいね。何これもう、取っちゃう？取っちゃう？いろんなタイトル取っちゃうこの世代。いや、来るよね。宗太郎とネルソンが組むかもわかんないですね。そうですね。そして、その下がですね、川崎のアンダージュアチ、両サイドできる、切り裂きアタッカー、岡野市恭平。岡野市恭平、響き。そうなんですよ。昨年中3のアンダー15時代にキャプテンなんかもね、川崎のアンダー15で勤めてたので、まあ2年後ゆくゆくは、今ね、五十嵐太陽とかも昇格しましたけど、次は岡野市なんじゃないか。岡野市恭平さん。うん。彼も理想とするプレイヤーがね、いわゆる川崎でもね、いわゆる在籍してた斎藤学選手。そうなんだ。はい。いいじゃない。だから彼、右でも左でもこう、ぐんぐん来れるってところ。このあたりにご注目いただきたい。はいはい、楽しみですよ。そして今度、まだね、右上に3人中盤いるんですけれども、早川選手ですね。浦和ユースの早川俊平選手。左利きなんで、左のハーフやることが多い選手ではあるんですけど、今、浦和にいる方の田中達也選手みたいな感じの選手。なるほど、いいじゃない。中盤からこうガンガンやってドリブルで仕掛けてきて、で、しかも左足をうまく使ってくるってところがあるので、そのあたりちょっと見どころでございます。俊平、頑張って、俊平。はい、そして続いてが、横浜SCUの加藤高虎選手。高虎選手、聞いたことあるぞ。あれは多分、まさ聞いたことあるのは、エーナが高虎さんね、ネクストイエナが。そうそうそう。なるほどね。違う高虎が、横浜FCにいるんですよ。はい。中盤の前も後ろもできるんですが、彼の、いいところってのは、もう中盤地上戦守りますっていう形の選手でもあるので、そこちゃんと、今季も俺は頑張るけれども、奪うってところは忘れねえぜっていうふうに考えてる選手。こんなところが楽しみだ。いいですよ。うん。で、今回最注目で僕お伝えしたいのが、矢田龍之介。矢田龍之介さん。今回ほとんどの選手、これ高校1年生とあと高校2年の早生まれ組なんですが、はい、唯一中3から今回のキャンプメンバーに入ってるのはこの矢田龍之介。おー、そうなんだ。そうなんです。1FC 川越水上公園という、まだ町クラブの選手なんですよ。おー、すごいね。ってことは、目立つ存在なんでしょ？でかいとか。だ多分今、もう全国の、J ユースのチームが狙ってる感じ。おー、そうか。で、また似たタイプがすごいの。はいはいはい。青、田中。へえ。俺、将来来ると思います、この選手。面白い。スケールがでかい。視野がはちゃめちゃに広い選手だったりするので。そうですか。彼にはちょっと楽しみだなっていうところがあります。覚えやすい、矢田龍之介選手。へえ。でのここまでが中盤なんですが。いや、もう期待感でもうダメですよ。爆発しそうですよ、テンション。まあさ、ただね、今回呼ばれてない中に、信じられない3人がいるので、はい。ちょっとお伝えさせてください。マジっすか、はい。
まず、もう、ここから言っちゃうと思うんですけど、はいはいはい、コフィー翔太選手。コフィーって読むんですか？そう、木に吹きに翔太で、コフィー翔太選手って言うんですけど、中3です。198。もう、まさ、で、はあ、センターフォードでも、はあ、キーパーでも、センターバックでもなく、はあ、ボランチです。くわー、これは楽しみですね。じゃあやっぱさすがの身長なのでセンターフォードやることもあるんですけど。コフィーさんってこれはあれかな、こう。ガーナかなんか。ああ、そうですか。198。198。これはちょっと B リーグに取られないようにね、プロテクトしておかないとさ。そうなんですよ。年は？いや、中3でございます。中3、まだ伸びる。そうね。だからもしかしたら3年後の段階で考えるとやっぱり先ほども名前は上がりましたけど、これはセットプレーもよし ね、2メートルもあるかもしれませんからね、このままいったら。いや、あえてこれ先場とかね、トップに並んでこれボランチで磨いてほしいですね。そうなんですよ、そうなんですよ。で、ちなみに、これまたすごいのが、うん、彼のそのコフィー選手の所属先は、うん、JFA アカデミー福島なんですよ。うん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 、だから、いわゆるどっかのユースじゃないから、うん、もう、争奪戦がおそらく3年後、ね、あるんじゃないかなというところにはなってくるかなと思います。これコフィー育ててほしいですね、丁寧にね。そうなんですよね。でただ、ボランチにちょっとすごくて、さっきの矢田くんもそうだし、さっきの石渡りネルソンくんもそうだし、はい、ただ他にも、実はこの世代、このね、これ05、06世代になってくるんですけど、はいはいはい、最も早く、うん、もう J クラブのトップにトップというかね、二種登録された人がいて、うんうんうん、それがボランチ矢田くんの下にいる、高木雄心選手。高木雄心選手、はいはいはい。幸せに喜ぶって書くんですけど、うん、昨年の段階、中3の段階で FC 琉球の下部組織の選手で、すでに二種登録されたんです。おすごい。期待なんてもんじゃないの、これね。そうなんです。捌くのが上手い選手なので、うんうん、やっぱね、琉球って言ったらパスサッカーだから、なんかその申し子に今後なっていくんじゃないのかな。へ、う、ぇ、ん、っていうのもありますね。すごいさぁ。そうなぁ。期待すちゃうさぁ。で、ここまでもボランチすごかったんだけど、もう一人やばいのがいるのが、ジュビロ磐田のボランチ、藤原圭介選手。これ彼すごかったのが、これミルアカデのツイッターでもご紹介したことあるんですけども、はいはい、キャンプの時だったかな、うん、清水対ジュビロっていう、トップチームでの練習試合あったんですけど、はい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 、まだ中3段階で、うん、その試合の決勝点決めたのが彼だった。トップチームの？そうそうそう。ちょっと、ケイスケさん。彼も180はね、5だか8だかある、マジっすか？それぐらいなので、だから、そんなにみんなもうでかいのっていう。これ何なの？日本人の平均身長が大きくなってんの？いや、上がってるでしょうね。それとも、そういう子がサッカーに来るようになったの？っていうのもあるね。ね。いや、だからちょっともう。いやでも今までだったら体格で負けてるなんてね、世界で言われたこともあったけど、もうそんなこと言ってられて全然いるもん。お菓子とかも我々の頃よりカルシウムとか入ってるもんね。いいのかもしれないね。すげえなー。確かにね。これはすげえぞー。っていうメンバーが揃っておりますと。おー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 で、ここからあとディフェンダーとキーパーを見ていきたいんですが、はいはいはい、ディフェンダーなんかも、基本的にもセンターバックの選手は、うん、180になっても多分無理なんだろうなというか。そういう時代の到来でしょうかね。うん。はいはいはい、センターラインの、そのセンターフォワード、ボランチ、あとセンターバックの平均身長全部多分ちゃんとつけてたら186とかだと思うんですよね。中3と高1の話ですけどね、これね。お米をね、よくわからないね、多分ね、縦に食べてると思うよ。うん、そういうこともいろいろあるんでしょうね。はあ、いやいやいや。すごいね。はい。じゃあちょっと、サイドバック。いつまでも聞いてれるわ、これ。ありがとうございます。じゃあ続いて今度ディフェンダー。全部嘘でもいいですよ。楽しかった、この時間があるならば。ありがとうございます。じゃあ続いてディフェンダー紹介させていただきたい。はいはい、続いて浦和ユースの、右のね。夢みたいだよ。右のね、上から4番目、稲垣選手、稲垣篤選手。はいはいはい。似てるのが浦和ユースの先輩のね、今福島にいる池高直樹選手。いい選手。はい。なんですけど、うん、彼のすごいところって、単独突破じゃなくて、うん、連携しながら打開していくっていうのが得意だよ、選手。突っ出して忍者みたいにすぐ走る感じのね。そう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 。ね、うん、ただ、多分彼も将来僕上がってくる選手じゃないかなと思っていて、うん、その最近ほら田中碧選手のこう発言とか話題ですけど、はい、その日本人はその一
対1ってことをこの数年突き詰めてきた、でそれで勝てるようになってきたけど、やっぱ世界はその先を言ってやっぱ2対2、3対3とかなんだ、1対1が強い前提の上でね、そうなんです、うん、稲垣選手とかはだからそこで連携しながら打開していくっていうのが得意な人だから、うん、その2対2、3対3とかとかで崩していくサイドバックなので、うん、どうですね、次の世代の中サイドバックがあるなみたいな、あるんですよね。いやー嬉しいね。でそんな稲垣選手とあ右サイドバックを争うのが、うん、その1個下で、うん、横浜 F マリノスユースの船木大輔選手、まあ個人としても理想としてるのがと言ってるのが今、うん、マンチェスターユナイテッドのワンビサカ選手。ワンビサカが好きなんだ。うん。うんうんうん、彼はね、スピードがある。はい。だから、宮市亮右サイドバック版みたいな感じの。で、そのポテンシャルの高さからもうちょっと一つ上の世代の代表とかにも彼はもう選ばれてるって状態なので。だせ。それこそパリ、ちょっと見えてくる選手ですね。うん、右サイドバックとしてと。こういうところでも、あったりします。いいですね。そしてその次がセンターバックの尾崎ガイル選手。ガイル。ガイル。これも普通日本人の選手なんですけど。いいね、うん、ガイル、あ、うん。そうなんですよ。ストリートファイターみたいな。ねえ、うん、あなたいますけどね。うん、尾崎選手は。俺は尾崎の方に食いついてるけどね。確かにね。うんうん、彼に関してはいいステップアップを詰める先にいるんですよ。はい。実は、うん、愛知県にある、リュウミランというチームの出身の選手、うん、今、はい。今、大阪桐蔭にいるんですが、うんうん、大阪桐蔭高校にいるんですけど、うん、そのデューミランというチームから、毎年大阪桐蔭に行ってるレベルなんです。なるほど。で、もう、わかりやすいランドマークがいるんですよ、この人に。うんうんうん、三浦玄太。もう、デューミランから全く同じルート。大阪桐蔭。そう。へー。で、もう、彼、いわゆるもう、デューミランの監督からしたら、やっぱ、三浦の時と今の尾崎の位置とかで考えたらとかっていうのも、いろいろ話はあるらしいんで。っていうのは、その同じ監督さんにさ、お前もこうやってやってたら、我だぞ、三浦だってなれんぞって。三浦でもこうだった、そう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 、お前はそこまで今いけてるのかもしれないとか言ってくれるんだもんね。そう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 。なるほど。だそのままで今やれてるから、まあ、このままね、アンダーにもう入ってるっていうのがあるので、ガイルちゃん、これもカンカン行ってほしいなってところ。ガイルちゃん。ね、待ってますよ、うんうん、そして続いては、はい、左のサイドバックの、ジュビロ磐田のアンダー18、はい、伊藤亮介選手、伊藤選手、はい、この選手も先ほどの浦和の稲垣選手なんかと同じように、うん、自分でその単独打開っていうところよりも、うん、ボランチの選手とか、一、はい、つ前のウイングの選手だとかと、はい、こう連携しながら、こうみんなでこう前進していこうってことを進めてるような選手で、ね、新潟の藤原宗也選手のような感じで、こう淡々とこうグルーピングのそのワーキングをこう楽しんでるような選手なんですよね。これ注目してほしい。なんか隠れ、スーパープレイヤーみたいな。なるほどね。うん、渋みのあるというか。そう、彼がいなかったらチームが回らないみたいな、そういう選手ですね。どこで調べてか、たまにね、言われるんですよ。マーさんと動画やってるあの方、何者なんですかつって。僕答えてます、自信を持って。わかりません、つって。ありがとうございます。そういう選手でございます、ね。伊藤亮介選手、はい。はい。そして続いて、超面白い選手がいて、トスアンダー18の坂井谷圭介選手。坂井谷選手。日本には同じタイプいません。いないの？ニアリーイコール、ジンチェンコ。ジンチェンコ。ジンチェンコどういう選手だっけ？マンチェスターシティの選手になりますが、ね、ウクライナ代表ではトップ下の10番やってるけれども、マンチェスターシティは左サイドバックって。はい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 。高井谷選手、去年までアンダー15にいたんですけど、はい、彼のポジションもともと左ウイングです。が、今、左サイドバックです。要は、ウイングも、中盤もサイドバックもできる。ね、まあ、CD はレオ旗手。近代的。そうなんですよね。坂谷選手。そう、だからもうオフェンスの気持ちも分かりながらディフェンスもできる。そこから突破もできるっていうところもあるので。もう狙うも上の上の上の上かなっていうところ。まあ、これもトスさんなんですな。そうなんですね。そういうところで。はいはいはい。続いて。センターバックの畑野優馬選手。畑野優馬選手、はい。もちろん、高1ながら当然180超えて、183とか4だった気がしますけれども。何食べてんでしょうかね。ね、うん、彼のやっぱり強みっていうのが、制空権の強さね。はい。ビルドアップができるとかっていうのも当然らしいので。今はね。うん。そんな彼の強みとしては、当然、その空中のだとかでも、ちゃんと俺は勝てますよってところを出してくれてる選手になりますね。似てる選手と言われたら、ある意味では、東京の渡辺剛選手なんかとか、うん、あとは、上島選手、柏レイソルとかにちょっと近いのかな、なんてことを見てると、ちょっと思いますね。うんうん、そして続いての、広畑俊太選手、うん。こちらもやっぱり空中戦に強い。今度は神戸 U18 の選手になります。うんうんうん、
で、もうね、神戸のセンターバックっていうのも結構その下部組織から、はい、あの、結構プロに行くことが多くて、うん、今ね、今トップに山川選手なんかとか小林選手なんかもそうですし、はい、それこそ以前で言ったら今浦和にいる岩波拓也とか。ああ、なるほど。うん、なので、はい、今空中戦得意だってところはあって、どうやらこれからビルドアップをよりみたいなところがあるみたいなので、うんうん、そこも活かしながらプロに入っていく感じなのかなと。はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ。ね、そういうことですね。うん。はい。そして続いて、はい、残りフィールドはあと3人なんですが、うん、センターバックとボランチの時に市原理音選手。市原理音選手。はい、大宮アンダー18の選手になるんですが、うん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 、まあ、一個下にはね、先ほどフォワードの方でお話しした中3の磯崎マークっていうのがいますけど。ああ、そっか。だから来年はもしかしたらね、センターバックには市原、センターフォワードには磯崎みたいな感じになると思うんですが。リオン&マークが。そうなんです。マー&リーが。そうなんですよ。ただ市原選手すごいのが、空中戦はやっぱできると。制空権なんか俺も取れんだぞと。ただ俺が違うのはもう一個あるんだと、うん。ボランチもできる。いわゆる地上でもゲート封鎖もできるんだと。うん、なんか将来的になんか名古屋が取りそうだなっていうね。なんかボランチとセンターバックできる人とか好きですからね。ね、はあ、そんなところもありそう。いや、ちょっと先生、ちょっと、あ、だめ、もう、だめ、全員にご飯食べさせてあげたい、今。いっぱい食べなーっつって。安楽亭、安楽亭でもう。安楽亭ね、もう米。まあ、あとちょっと5人最後行かせていただければと思うんですけど。そうです。待ちます。安楽亭待ちます。ねえ。はい、続いて、実はね、一番下にいる、飯田陸斗選手が実は本当は呼ばれてたんですが、はい、お怪我のために代わって、はい、追加招集されたのが、はい、下から2番目の石川穂高選手。はい。昌平高校というね、足元の上手い方々のね、チームにいるんですけれども、昌平高校って、もともと中学時代ってクラブチーム持ってるんです。その高校時代。そう。FC ラビーダって言うんですけど、そこ出身の選手なんで、そのラビーダ出身は、もう全員まず間違いなく足元が上手い。ああ、なるほど。そういう育て方をしている。そうなんです。で、そこからやってきたセンターバックなので、もう、サイドバックもできれば、ボランチもできるぞっていうところで、岩田智樹選手のような感じの足元の上手さがあるよと。そう。だこれから彼は、ま、179とかだった気がするんですけど、はい、これからまだまだ多分ね、上がっていくと思うので。何を調べたら FC ラビーダの話出てくるんですかこれ。こんなネット時代でもなかなか出てこないんですか。いろいろ調べれば出てくるね。そうですか。はい、そして続いてが、そのね、怪我で負傷になっちゃった今日、今回来れなかった、飯田陸斗選手。はい。から京都のアンダー18の選手になるんですけども、今、そうなんですよ、うん。トッテナムのレギロン選手に似てるような形で、ランニング選手が抜群なんですよね。どんな時に俺走って裏に抜けたらいいかとか、よくその、オーバーラップとかインナーラップとか、うん、もしくは自分でドリブルで持ち運んだらいいかとか、うん、いろんなそのね、選択肢ってあると思うんですけど、うん、その選択肢に間違いがないって言われるぐらいの、うん、ね、サイドバックなんですよね。なんか、陸って入ってる、なんか。陸って入ってる、そう、俺も。まさにね。飯も入ってますからね、いっぱい食べてる。確かにね。これからが楽しみな選手になってきた、はい。そして今日のラスト、ゴールキーパー3人見て、今回終わりになります。はい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 、一番左、うん、さぬきアンダー18、うん、福本誠選手。はい。福本選手、すごいのが、オーストラリア出身っていうのがあったりするんですけれども、似てるのが、その、ガタイがいいんですよね、めちゃくちゃ。うん。うん。だけ例えば、ね、今、湘南の谷選手のように、はい。ちょっとなんか、細身だけどガッチリしてるみたいな人いるじゃないですか。うん。うん、はい、はい。だけど、福本選手も見るからにガッチリなんですよ。熊ちゃんタイプ。そう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 。だから、なんか、今、広島でこの間ね、クリーンシート100試合達成したの、はいはいはい、林拓人選手みたいな感じ。もっとじゃあなるんじゃないの、シュマイケルみたいになるんじゃないのねえ、だからちょっと楽しみな選手だな。カーンぐらいの年ね。確かに確かに。楽しみだなーってのがありますね。もうね、引退した後はもう格闘家でもやってほしいぐらいのね。確かに確かに。キャラになってほしいですね。まだ顔も拝見してないですけど、福本さんね。そして、次ね、ゴールキーパーと中村選手と小林選手二人残ってるんですが、この二人に最後、はい、ドラマがあるの、まあさん。はあ、皆さん。それでこう最後に持ってきてるのかな？そうなの。はあ、中村選手、今静岡学園で、はい、もう一人の小林選手は、はい、FC 東京 U18 なんですけど、二、うん、人とも去年在籍していたのは、うん、FC 東京 U15 武蔵です。なるほど。そこから中村選手は静学行って、二人とも、世代別だけ。これは、あれだ。広末と。広末と、旗野と。旗野みたいな。あと山口類とみたいな感じなところですよ。なるほどね。そうなのよ。うんうんうん、二人ともやっぱりちょっとなんかね、見てると、プレイぶり見てるちょっと思うのが、はい、中村選手がちょっと林明宏さんっぽさがあって。
って、うん、吉田教の小林選手が旗の子さんっぽい感じがあるのが近くで見てるし、なんかタイプを選んだのかな、なるほどですね。そうで、しかも、まさに旗野選手はやっぱね、FC 東京株式からぐんぐんと行ったっていうのもあるし、うん、林選手の場合はやっぱ大学とかも経由した上でプロになってるとかっていうのもありますから、なんかだからそういうなんかね、こう、いろんな道を通ってなるのかなとか考えると。そうね、競争を繰り返してね、今、ユースに残ってるのが強いのか、それともね、外修行、武者修行してる方が最後勝つのか、みたいなね。そうなんでございます。そうでしょ、はい、はい、はい、や興奮してきた。ということでございます。寝れるかしら、この後、こんなに気分で。いや、全然、すげえ30分で喋ってますけど、全然飽きないよ、これ先生。ありがとうございます。っていうメンバーの紹介でございました。ちょっと待って、ちょっと待って、この世代はちょっと今までない要素が多くない？まず、ちょっと変わってますよね。サイズが。違う。ねえ。そうなんですよ。来てたから野球よりもサッカーが抜いたんでしょ、だって。そういうところの世代になってきますよ、だからここら辺ぐらいからは。そういう、ねえ。うん、今までだったら他のスポーツ行っちゃった子が来てる感があるよね、すごくね。そうなんです。ええー。あと最後に、はい、まだ言い忘れてましたけど、今、広告高校にいる、まあこれ右ウィングの位置にいますけども、宮原優太という男が高校1年生にいます。いるわけですね、高1。はい。でに、高校1年生、広告高校の入学式とほぼ同時の、横浜 F マリノスのエリートリーグにすでに参加してます。はい すみません。はい、横須賀あたりにあるんじゃないんですよね。いや、そうなんです。大阪にあるんですけども。大阪ですよね。なんかトンネルかなんか繋がってらっしゃるんですか？いやー、どうなんですかね。でももしかしたらプロ入りに関してのトンネルは繋がってるかもしれません。うまいことおっしゃいますけど、なんか、まあ、通ってんでしょうね。そうなんですよ。そうですか。パイプがね。もうね、もういろんなところ、他にも、今回言わなかったけれども、ベルディです。あとベルディでもうすでにね、トップ経験もしました。橋本陸斗選手とかもいますから。はいはいはい、そうか。まだまだタレントいる世代でもあります。ロス！楽しみだな、ロス！うん、またいろいろと伝えていきたいと思います。よろしくお願いします。興奮してきた。これはもう体大事に長生きしないといかんね、これね。そうですよ。彼がオリンピック出るのは2007年後、2028。2028。うん、7年後。7年後。7年は大丈夫だよ。そうだね。生きてよ。あ、そうだね。我々はその時、アラフォーとアラフィフですね。アラフィフじゃ、52ぐらいだね、私ね。そうですね、そうですね。ほうれん草を食べよう、たくさんね。腸内環境そう。ね、よくしていきましょう。そうか。いやだ、ネルソンとか楽しみだな。楽しみでしょ。コフィーだっけ？覚えてる、コフィー。楽しみだな。皆さん、マークとかもいますからね。ご意見なり、テンションなりのね、高なりをちょっとコメントに書いていただいて、皆さんとシェアしていただきたい。そして、とんでもない情報を今日いただきましたね。よく集めてきましたね、先生ね。ありがとうございますね。また彼らの成長の続きをね。はい。いろんな大会刻みで教えてくださいよ。よろしくお願いします。インポとかでパッと出てこない、ダゾーンとかでもパッとまず出てこないところ先生、これからもミラーカーで教えてください。かしこまりました。ね。はい、いろんなシリーズやっておりますが、その一つとしてこのロス世代も先生が追ってくださるということで、チャンネル登録をぜひよろしくね、はい、ということで、面白いと思った方はね、そしてこの世代に期待しちゃうよという方はね、高評価ボタンをグッと押し込んでいただいてありがとうございますね。ありがとうございました。はい、ということで、またお会いしましょう。サブラッカー。追ってくぞ、追ってくぞ、ロス世代。いろいろやってますんでね。はい、井上真理でした。直美里沙汰でした。先生、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。いやー、テンション上がる。